きょうから県庁1階ロビーで展示されているのがレゴブロックで再現された多賀城難問です来年迎える多賀城創建1300年に合わせて東京大学レゴ部の5人が制作したものでおよそ9500個のブロックが使用されています実物の20分の1の大きさで柱や門の赤色や漆黒の屋根の部分など忠実に再現されています こちらを見ていただいた方が実際に復元されるにも興味を持っていただくそういったきっかけになればいいなと思っておりますレゴブロックで再現された多賀城難問は10月2日まで県庁1階ロビーに展示されています。